だろう、結果としてそれで今自分はこう考えてるんだと、まあ自分はっていうか、まあ、2つに分けちゃうけど、思考過程がそういうふうに動いてるんだと、というのがこの因果無因だ。だから思いというのは全部そういう因縁の中で、今例えば腹が減ったなと思うのも全部因縁、あいつ憎たらしいな、これも因縁、あいつ可愛いな、これも因縁、それでまた次第不調で死んでいくのもこれまた因縁、こういうもうずっと因縁シリーズね。それがというのが要するに仏教の基本的な考え。でなぜこれが成り立つかというと、それはその性質が空だから、実体がないから。どれ要は塊がないから、その因縁によって変化していくっていうこう理屈なんだな、要するに説明としては。だから空性だから因果で動くんだよ。だから空と因果、だからこの全体の物事の2つの側面なんだよ。今パシッと時間的に切るとこれは空なんだ。空だってことはどういうことかって言ったら、私っていう塊は何もないと、机という塊もない、写真撮った世界がここにあるだけと、だから空だから全部実体がないからもう、でそれただその実体がないものはどうやって動いていくのか、それは因果の法則に基づいて動いていくのであります。これでピリオド。でそうするとね、一つはあなたは何言ってたのかな、忘れしてる、要するにじゃあ宿命論の問題が大きいんだよ。決定論だよ、まあ宿命、うん、そうだね、決定論。要するにこっちさ、宇宙開闢の時に全部決まっちゃったじゃないのと。であと因果でバババババってこうなって、もう未来永劫ずっとこう決まっちゃってるじゃないのと。そうするとまあ平手くると人間の主体性ってどこにあるのと、こういうことになるわけね。そうするともうなんかしょうがないじゃないかと、ダラダラしていこうかなとこうなっちゃうわけだけど、それはちょっとまずいな、まずいなっていうかまずいかじゃない、それじゃなくて、それはね、そういうことにならないんですよ。だからここでもう一回今度話を逆転するんだろう。現状っていうのは過去を見ると因果なんだ。だから今ここにこうあるのは1秒前にこうあったこととつながってるからこうあるわけ。だからフレンズ時じゃないわけね。なんかグラフみたいなの書くとこうやってこうつながってるわけだな。どういうか、これポンと飛んだりしない。だからじゃあここはこうで、なぜここがこうあったかって言ったら、この前にこうだったからと、こうなってくるわけだ。なんか一つの因果、まあイメージとして言うとね。だからここで見るともうある意味決定論的に見えるわけ。ただまあ別の言い方すると、ここでもう全ての過去の無限の出来事っていうのはここで結晶がついてるんだ、この世に現れたから。だからこれちょっとあれなんだけど、普通にっていうか考えると、こうやって束縛されてるっていう考え方があるわけ。過去にずっと過去に束縛されてこうあるんだ、困ったなってこう落ち込むっていう考え方と、もう一つはもう過去はここで決着がついてんだと、だから自由だと、こういうふうにも言えるわけ。それは例えばぐちゃぐちゃさ、まあ、もっと簡単に言うと、もう例えばあの時ああしときゃよかったとかさ、こうしときゃよかったとか、なんかいろいろ開墾っていうか反省というか、なんかよくわかんないけどさ、ああでもないこうでもないってあるじゃない。でもそれはさ、実際終わったことなんだよな、ないんだよ。だからそういうことは確かにあったと、だけどそれがそのせいでここにこう今決着ついてるんだと。そうすると全然スタンス違うでしょ。だから自由なの。それでなおかつこの因果の道理っていうのが分かればで、今やってることが明日を作るってことが分かるんだ。だから今どうしようかっていうことが決められるんだ。
で主体性が生まれる。でだからここのところがね、あ、ちょっといいですか。いいよ。それはその物理法則からの自由っていう意味じゃなくて、うん、過去の条件付けからの自由があるって、そういうことですね。そうそう、条件付けからの自由もある、そういうこと。だから惰性じゃなくできるってことで、そこで言う自由ってのは自然法則からの自由っていう意味じゃもちろんない、ね、ないない、それは違う。だから今することが明日を作る。だから今どうしなきゃいけないかって問題に変わるんだよ。だから決定論じゃないんだよ。分かりいただく雰囲気は分かるね。だからここら辺は禅の公案だと不落因果とか不満因果になるんだ。うまい。要するに因果に落ちるか落ちないか。でこれで要するに因果に落ちるっていうのはこれでもう決定論的になる。要は六道輪廻を繰り返すっていうのは因果に落ちるってことですよ。仏教で言うと仏教理論だとこう人間っていうのはこうくるくる回ってさ、六道で人なんだっけ、下が地獄だよな、地獄だろ、ガキがあったな、ガキ、畜生、あ、そうだ、ね、修羅があったな、畜生、修羅、天は、あ、こら、天だ、ここに入ってんだ。だから、1、2、3、4、5、6だな。だから、今人間にいる。で、天界に行く。まあ、誰かが天皇陛下みたいな展開なんですよ。そこも思わないんだけど、まあいいや。それでこれだから基本的に悩みがない世界だね。人間の悩みがある。で、ガキってなんだっけ、ハラハラしてるのがいつも。そうですね。ガキのガはウェルってやつね。だから、ハラハラしていつもなんか腹減ったっつって、まあ若い人いるかもしれないけど、ここら辺も薄井さんなんかそうでもない。もうすごいね、そうですか、やっぱガキの上でガキだったもんな、体つきもいいからな、その分ね、腹減ったら今取り返そうと。それで、でいいんですよ。で、あと修羅、これはいつも怒ってる人ね、時々いますよね、うん、いつもなんか怒ってる感じの人、イライラして。それであとは畜生っていうのはあれだな、いわゆる犬畜生の畜生で、まあ、悪い意味じゃないんですけどね。ただ別にこれあれがないですよ。なんつうの、バカにしてるとかいう言葉じゃないんですよ。これただその事実をそういうふうに言ってるだけだ。だから馬とかそういうやつだな。であとは地獄だな、まあ、天国と地獄。俺もなんか地獄は行ったことないから分かんないんだけど、なんか無間地獄とかいろいろ大変そうだけど、無間地獄って知ってますよね。無限ってこう書くんだね。これよく無限地獄と間違える人がいますけど、無限ですから。無限っていうのはこれインターバルっていうんですから、地獄の中で一番ハードな地獄で、要するにインターバルがない、間がないと、もうひたすらもうとにかく鬼に追いかけ回されたりね、熱いなんか釜湯でロケにあったり、なんかずっと大変だっていうのがこれ無間地獄、ノーインターバル、まあ、でもまあいいや、とりあえず地獄だよ。これでね、こう六道の絵はね、こう人の上がここにこう正門円閣があるのかな。よし、ここの上にね、なぜかこれ展開はね、ここから六道から出られないんですよ。そして人だけが出られることになる。でここが正門、正門円閣、円っていうのは因縁の円、閣は国で菩薩か、では仏様、ここなのかな。そうそう、